ラスチックボールに変わるということで、まあ、以前からテナシー05っていうラバーを使ってたんですけども、まあ、ちょっと違和感を覚えて、アンドロさんの、まあ、最初パワーグリップを使ったんですけど、ちょっと難しいな、硬すぎるなということで、まあ、使いやすいこっちのラザントグリップっていうのを選びました。そうですね、まあ、以前はそのテナシー05っていうのを使ってたんですけども、こちらのラバーの変えると、まあ、プラスチックボールに対してはやっぱりこっちの方がちょっと食いつきがいいような感じですね。あと使いやすいっていうのが一番ですね。それがやっぱり今これをずっと使い続けているゆえんですね。あとボールにちょっとスピードが乗りやすい、自分の打ち方によく合ってるなというのはすごく感じますね。長所はそうですね、やっぱり、まあ、ちょっとスピード感のあるボールが出やすいというところですね。あとしっかりこう弧線を描きながらもそういったスピードのあるスピード感のあるボールが出せるというところですね。そうですね、パワーグリップと比べるとやはり回転力、スピン量っていうのはちょっと下がってしまうんですけども、その代わり使いやすさ、やっぱりこうパワーバランスですねっていうのを、まあちょっとパワーのあるボールとかいろいろこう使いやすい、そういった僕のこう打法によく合っていると思いますね。ですね、テナシー05からの移行ですとか、あとはそうですね、男性の方のバック面のラバーとか、女性の方でもフォアとかですよね、あのペンの選手とかにも非常に使っていただける、あの使っていただいて問題がない、非常に使い心地、打ち心地もいいよというふうな形で非常に評判はいいですね。そうですね、やっぱりオールラウンドな線形といいますか、まあ、前でもしますし、ちょっと後ろ下がったところでも攻撃したりしのいだりとか、まあいろいろできるんで、本当にあの幅広い選手に本当に対応できるんじゃないかなと。特にこれっていうとこではなく、本当にもう幅広くいろんな選手に使っていただける、まあ、優れたラバーだと思います。他のラバーからの移行ということであれば、やっぱりちょっとこうプラスチックボールになってから回転のかかりが弱いとか、どうしてもちょっと球が落ちるっていう感覚がある方ですね、そういった方で、まあ、パワーグリップだとちょっと難しいなという方なんかは、こちらのグリップの方がやはり使いやすいので非常におすすめしてますね、うちの店で。